江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら掲示板からのご紹介なんですけれども、渓谷民文化的影響力の強い国ランキングを見てみようというコーナーですね。それではですね、早速こちら画像が4枚ほどあるんですけども、見ていきたいと思います。こちらです。おーおいえということでね、まず1位からね、順番に見ていきたいと思いますが、こちらね、1位がね、文化的影響力の強い国1位ですよ。いいですか？はい。イタリア、フランス、アメリカっていう感じですね。どうでしょう？どう思いますか？次。イギリス、日本、スペイン。4位、5位、6位ね。次。あ、渓谷。渓谷7位なんだ。で、スイス、ドイツ、スウェーデン、中国、UAE。UAE。はい。というようなね、上位はこういう順位になってますよ、ということなんですけど、まあ、ちょっと意外かなっていう感じですね。まあ、初っ端がイタリアっていうのもなんかちょっとんって思いますけどね。文化的影響力の強い国ランキングってどうなんですか？まあ、いつからのこと、例えばさ、古代に見ると、じゃあギリシャとかさ、チグリス・ユーフラテスとかさ、中国が逆にもうちょっと上行ってもいいんじゃないかなとかって思うし、直近1年間って言われるとどうなんだろうな。イタリアか？逆にって思うし。フランスかなって思うけど。ちょっといろいろ首をひねるランキングなんですけれども。まあ、渓谷さんがね、7位っていう感じですね。微妙だな渓谷、文化的、直近で見るとどうなんだろうね。直近で見ると、文化的影響力だったら、まあアメリカは強いよね。曲とか、音楽シーンとかね。ファッションシーン。フランスもまあファッションシーンで見るとそうかもしれないな。イギリス、微妙。まあいいや。はい、じゃあこちらに対してですね、渓谷の反応、行ってみたいと思います。はい、じゃあね、一人目いきます。こちら。渓流が強くても日本の方がリードしていると評価されてますね。いや、日本の方見なくていいっすよ、別に。うん。ある程度は納得できるランキングだけど、日本が高すぎると感じた。最近では日本のコンテンツよりも海外では渓谷のコンテンツが楽しまれているのに。だってコンテンツが稼ぐ金額はあれでしょ、日本のコンテンツの方が圧倒的なんでしょ。大丈夫かな。次行きましょうかね。日本が文化的影響力で5位にランクされているのがちょっと理解できない。 UAE も同様になんで12位なんだ。 UAE ね、まあ、ちょっと中東圏は分かんないね。ベートーベン、ゲーテ、カントの国よりも渓谷が上カント、あー哲学者ですね。なんだっけ、純粋理性批判だっけ、三大批判書を書いた人ですよね。カントの国より上かもしれないけど、カントの国、カントになるにはもう1万年かかってもなんねんじゃねえか。これを何基準で計算しているのかわからないけど、ソフトパワーで見ると、渓中日などアジア諸国はさらに下がると思います。1位はフランスですね。ソフトパワーランキングではあるけど、現代の大衆芸術だけで判断されるランキングではないので、ある程度は納得のいくランキングだと思います。渓谷も不自然に高すぎない？そんなに世界的に影響を与えているように見えない。生前音楽とドラマぐらいじゃないの？ドラマつったってネットフリックスが金突っ込んで出してる数字だからね。なんだろうな。
作り出してるムーブメントっていう感じがすごいするからね、渓谷の音楽とドラマはね、無理やり作り出してるっていう感じが強いよね。まあ、はい、次行きましょう。信憑性は低いけど事実だとしたら快挙だ。20年前まで誰にも知られていなかった国が今では堂々の7位にランクしている。いや、もっと低いと思うよ、渓谷は。正直はい、いくらメディアが渓谷文化が日本文化を圧倒していると扇動しても外部のランキングは正直だ。まだまだ文化的影響力では日本の方が上。はい、こっち見ないでください。じゃあね、チャットの反応いきましょう。なんかこのランキング超絶微妙じゃない、そもそも。はい、じゃあですね、上の方からいきますね。こちらね、は、影響力ないくせにこういうの好きだね。はい、トップ3にイギリスないの。え、イギリスって影響力のある国なの？おイタリア、フランスは芸術系かな。イタリアもね、だからそのなんつうのかな、文明の頃からって言われちゃ、まあ確かにそうだなと思うけど、今って言われちゃうと、ん？ってファッションですか？みたいな。ファッション以外でイタリアって何があるんだろうって思う。ランキングに関わるより自国の文化を何とかしたらいいのに。そっか、イタリア料理か。どうせドラマ、クポップ、最高にだけんってるんだろうな。あ、炒め飯、フランス料理、マック、和食の順かな。そういうことか。あー、食事か。観光、コンテンツ、ピンとこない。 UAE、 UAE はちょっとわかんないね。はいね、あ、食べ物に限ればあながち間違ってないが、7位以外は。ゲーって文化ないじゃん。日本のパクリは嘘こいてんだろ。欧州でもイタリアは良かったよ。はいね。スパゲティが好きな人が投票したの。うわ、今でもね、あの料理って言われてしっくりきたわ。あ、はい、マジで渓谷の文化って何があったっけ。紀元主張文化とか、たかり文化とか、カラオケ文化とか、ろうそく文化とか、整形文化とか。スイスの文化的ってなんや。ハイジ、ハイジ、あれ日本か。ハイジ、あれハイジって原作あるよね、確か。違ったっけ、わかんねえや。はい、アメリカはカーネル・サンダースとかマクドナルドとか。あーね、何で日本を見るかな。こっち見るな。はい、ロビーしなくても上位なのはそら理解できねえでしょう。好意のはランキングありきですから気にしないこと。C 国がこんな低い時点で信用できない。言うても C 国の文化力は高いだろ。まあね、中華はね、中華料理あるもんね。そうだよね、なんかね、あ、いいんじゃない。でも中国の金が入ってないから下がったんじゃないの。デカルト、カント、ショーペンハウエルが K にブーイングしてます。わらわら、お前らの大衆芸術なんてパクリじゃねえか。大衆芸術、大衆芸能。はいってね、サイゼリア、あ、イタリア社、あ、はい、スイスは時計、あ、はい、じゃあね、ハイジはドイツ人なのか、あれ。ハイジは原作もスイスじゃないのかな、じゃないかな、あ、じゃないんだ、あ、はい、ということで、それではね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。